今日はね、自転車で仁科淳が書いた記事、草津調理コラボ謝れない女たちの裏に肥大化した男女共同参画という記事について紹介します。下の概要欄にアドレス貼っとくので、そこからぜひ見てください。で、記事の趣旨としてはですね、同和行政の不正っていうのをね、実は共産党はその批判の急先鋒だったんです。解放同盟とか同和化でやってることなんかを批判してたんだけども、ところがですね、この同和からね、男女共同参画へというふうにトレンドがシフトしてくるとですね、それに対してはなんか共産党もえらい入れ込んで、なんか同和行政の時と同じような腐敗をね、共産党自身が生んでしまってるんじゃないかっていうところなんですよね。で、今からね、もう10年以上前の話なんですけども、全日本同和会がね、人権相談っていうのを神奈川県のとあるところでやってて、で、その相談についてね、相談員の人に聞いてみたことがあるんですよ。いろいろとね。で、今ね、なんか人権相談って窓口もどこにあるのか、誰がやってるのか、で、連絡先も教えてくれないんだけども、当時はですね、もう堂々と看板掲げてやってたんですよ。で、普通に相談員の人に話聞くこともできたんですよ。昔はもっとオープンだったんですよね。で、じゃあ人権相談って何やってるんだっていうとね、今でも続いてるのかな、その同和関係の過失責任っていうのは神奈川県でもあって、で、それを踏み倒してる人が結構いるから、その回収について、行政と協力してやってるみたいなことを言ってましたね。じゃあ、それ以外何があるかって言ったら、やっぱ人権相談って看板掲げてると、やっぱり住む場所とか、あとお金に困ってる人が来るんですよね。で、すると、やっぱり公営住宅、そういうのは、斡旋したりだとか、あるいは生活保護の紹介ですね。そういうのをやってたんですね。でね、ただそれでもね、生活保護を受けさせるっていうのはいろいろね、手続きが面倒なんだけども、それであれやこれややってたらですね、なんかその女の人で、男女共同参画のね、部署に行ったらですね、なんかもうすんなりと通してくれたっていうような話が出て、これからはね、その同和会の人なんだけども、うちは同和というふうには名乗ってるけども、これからはね、いじめだとかね、そういう男女共同参画だとかね、同和じゃないことをいろいろやっていくみたいなことを言ってたんだけども、その通りになってきてるんですよ、世の中は。で、その中でもやっぱりとりわけ、男女共同参画だのね、LGBT だの、そういうことがですね、大変世の中のトレンドになってるんだけども、だけど、同和行政っていうね、ある意味アイデンティティ政治ですよ。なんか自分たちは弱者だって言って、それで、なんか政府に働きかけるような、そういう運動について、やっぱものすごい腐敗を生んで、それに対して共産党は批判の急先鋒だったのに、じゃあこの男女共同参画、あとアイヌ LGBT という問題になると、共産党はどっぷり入れ込んで、なんかすでになんか同和行政と同じような腐敗を生んでるんじゃないかっていうところなんですね。で、僕気になるのはね、やっぱ共産党がもう昔のことを忘れつつあるんじゃないかなと思うんですよね。で、共産党系の同和団体って言ったら、人権連なんですよね。人権連の集会ちょっと出てみたことがあるんだけども、僕が最初に印象を受けたのは、本当高齢者だな、ばっかりだなっていう、ちょっと失礼かもしれないけど、なんかもう会場入った瞬間に、ちょっと老人の匂いというか、もう会場のその雰囲気がっていう感じで、もう全くもって若い人がいないっていう状況で、で、今、どんどんこの人権連のね、活動っていうのはもう各地で縮小していってるんですよ。神奈川県でももう機関誌の発行が止まったし、あと茨城も確か機関誌止まったのかな。だからもう高齢化でね、活動がね、縮小されてしまって、昔に共産党は何をやってたのかっていうことをですね、もう覚えてる人っていうのはいなくなってる。だから、同和行政に関して共産党は追及したんだけども、いろいろ辛酸を舐めてきたんですね。で、住民監査請求なんかもね、共産党がやっぱ急先鋒としてやってきたんだけども、やっぱなかなかね、この行政の壁っていう、この同和の壁に阻まれて、共産党はいろいろ悔しい思いをしてきたはずなのに、なんかもうその過去の歴史というものをね、共産党忘れてしまって、特に共産党の若手の人に伝わってないんでしょうね。それでこの男女共同参画で、なんか今度は共産党が解放同盟と同じようなことをやってしまってるんじゃないかっていうところなんですね。で、もうね、この同和行政とか人権とかそういうものに関して、その腐敗を批判するような団体っていうのはね、もういなくなってしまうんじゃないかと。唯一ね、共産党系の人権連が、その同和行政批判っていうのをね、かなり強烈にやってきたんだけども、そもそもね、そういう力がなくなってきてると思うんですよね。で、まあ自治体とか企業の方でね、この解放同盟とかそのあたりになんかちょっと嫌なことをされたとか、まあ悪いことをやってるのを見つけたっていう場合は、まあ人権連、共産党に垂れ込むっていうのがやっぱ定番だったんだけども、もうね、そういう力というか、あるいはまあ力以前にも共産党がそういうことについて取り組めるような人材がいない。で、若い人にそういう知識だとかね、過去の積み重ねたものが継承されないっていう状況になってるんじゃないかってところあると思うんで、まあ、これからは、自転車の時代でしょう。もう、童話なんかも特にそうだし、こう、人権関係の人権屋さんのこう、怪しいことについて扱えるのはもううちぐらいしかなくなってくるんじゃないですかね。だからね、もう共産党がもうこの低たらくになってきたら、もうね、自治体の職員さんとかね、企業の方とかね、ぜひね、そういう、怪しい話は、この自転車に垂れ込んでください。もう自転車しかいなくなるんじゃないかね。もう録音物とかね、書類とかそういう証拠のあるものっていうのはね、ぜひ出していただければいいと思うんですよ。で、困るのがね、やっぱり、素性を明かさずにね、言ってくる人でね、僕にはね、別に伝えてもいいんですよ。メールとかでね。絶対そういうのには出さないんで、ただどこの誰かっていうことがわからないと、僕も事実の確認がしようがないんでね。ということで皆さんね、自転車よろしくお願いします。ぜひ下の概要欄、記事お読みくださいませ。